勝ちたかった試合でしたが引き分けということになりました。はい、勝ちたかった試合です。はい、どのように受け止めてますか。まあ、もったいないなっていうのと、まあ、悔しいの一言です。後半は山形に抑えられていたように思うんですが、プレーしていてどんなことを感じましたか。そうですね、なかなかうまくいかなかった時間帯で失点してしまったので非常にもったいないなと、もうちょっと2点目取るっていう形でどんどん前に行けたらよかったんですけど、少し難しくなっちゃった部分もあるので、そういったところではすごい反省点が大きいなと思ってます。まあ、その前半に関しては早い時間帯で得点できたところは良かったと思うんですが、前半点取ってからもなかなかやりきれてないシーンが多かったので、シュートで終わるっていう形をもっともっと増やしていけばリズムも出ますし圧力もかけれたと思うんですけど、なかなかそういうシーンもなかったので、まあ、前線の人間としてはすごい不本意というか不甲斐ないなっていう感じです。やっぱり自動昇格を狙う中で勝ち点1ではやっぱり差が縮まらないというところはあると思うんですが、まあ、そうですね、間違いなく勝ち点3しか取りきなかったので今日は非常にもったいないなと思います。切り替えて次どう臨んでいきたいですか。もう勝つだけです。はい、ありがとうございました。